皆さんこんにちは、星椎茸です。ファイナルファンタジー15の実況プレイ動画を始めたいと思います。それではルシス王の孤独な戦いカードキーを更新して上の階を目指すやっていきましょう。よっ、はい、どうもさよなら。はいどうも、はいどうも、はいどうも、まだおった。はいどうも、あれまだいるの。いや、はいどうも。これはどっちだっけ。こっちか。心細くて泣きそうって顔だ。そう悪いやつやわ、ヒロシ。ほんと待って、これ行くところいっぱいやんか。これまた、おい、もうちょっとほんまやめてくれや。いや、うん、怖い怖い。もう俺 FF にバイオ要素は求めてないねんて。あ、ここ結局やっぱ戻ってくる。で、どうせこっち行っても外れで、またあっち行くパターンやろな、これ。あ、これ何？エレベーター？ついた。君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。中央エレベーターを探しなよ。そこに大事なものがあるから。はいはい、どうも。これやろ、どうせこれやろ。おい、ダメかよ。動かすやつ探してこねえと。ん？ここもアイテムあんのか。で、どっから来た？ここは何もないのかな。で、そっから来たわけやな。で、中央エレベーターというのは多分これか。電源が入ってないからロックされてる。だからさっきのところにカードキーを挿すためにこっちへ行けということですか。鉄巨人が錆びてんな。はいはい、ガルガンチュア。待って待って、マップ的にどうなってんのこれ。こっち行き止まりやろ。おいおいおい、
怖いね。戦えないんじゃ王様を名乗れないね。こっちで合ってる？倒したいわ。もう倒したら絶対早いもん。アイテムだけか。うん、見えないのよね、そっち側。ほらー、今なんかそんな感じしたんよ。俺今ので気づけよ、ガルガンチョ。ここなんもないし。これは貨物用エレベーターやな。これ乗れないのか。お前は倒すわ、もうめんどくさいし。見つけちゃったよな。何やってるの。倒した方が早いよ、姉さん。はいはい、君も君も。あれ、これはどうなってんだ。お、あるじゃん。でもなんかもう落ちてても大したアイテムが落ちてへんよね。バレちゃった。行くとこないわ。こっち行けねえ。こっちも結局何もないな。お、こっちか。はい、はい、さよなら。硬化シールド。特になんも。この上か。あ、このスイッチ、これスイッチちゃうんか。何にもないね。ずっと座っててお尻が痛い。なんかあった、あったんじゃないか。これか。え、何？どういうこと？何なん？それだけ？うっそ。これガルガンチュアと戦ったらやっぱやられるかな。おい、外すなよ。
こいつ無能中の無能やろ、気づいてへんねん。アイテムもなし。これか、エレベーター用カードキー、これを取りに来たのか。よし、すごいな、普通にまっすぐエレベーター用のカードキー取りに来たら、こっから降りてきてこっち行くだけやもんな。完全にあの俺がうろうろっとした方のエリアが意味がないというか、なんというか。これここに行ったらバレるかな。騙したなお前。嘘や、また振り返るのお前。まあいいや、無駄に戦わん方がいいやろやっぱり。これでいいよな。さあこれでや、あっとスイッチどこやったっけ。あれ、どっかに。どこだ、あれ、どれだっけ。こっから来たよな。あれ、ああ、あれや。一部の装置が起動した。よくやったね。これはプレゼントだ。最悪、さっきのやつ。あっそう、あっそう、最悪や、落とされたし。どういうこと、なんでお兄ちゃんここに落ちて死んでんの。でこれなんか若干ガンブレードっぽいで。
これはなんだ、父王の剣、父王の剣。結局装備はできひんやな。すぐテネブラへの民を迎えにやる。ゲンティアナと共に一度フルーレの家へ戻れ。ルシスにいては危ない。巨神との制約を恐れて帝国軍がお前のことを探している。うーん、ん、拾う、拾う、かくまわれているならそのままアコルドを頼れ。もう帝国の人間とは連絡を取らなくていい。制約をするのなら覚悟をして臨め。ノクティスが本当に力を手にできたなら、レギス陛下の剣も父の手に、ん、王の手に渡そうか。はあ。ん、確認。どうもな。ちゃんと受け取った。この人のこの物語はないの。ノクティスは雷神の啓示を受けていたが、それでも十分な力が備わっていなかった。レギス陛下の剣を渡すことはこの先もない。お前も制約に意味はないと知るべきだ。エリクサー。手紙は、一回読んだら終わりか。これぐらいかな？こんなもんか。よし。使わせてもらうぜ。おやじ。ファントムソード。シフトやコマンド能力が封じられているから、リング魔法と合わせて攻撃をすること。いや、もうめんどくさいから、ホーリーだね。これが一番楽ですよ。そうだろう。これが楽です。そうか、シフトができひんのか。まーたも、アイテムは拾ったね。よし、行くよ。気をつけて進んだ方がいいよ。お、何か聞こえるね。何かあるんだよ、きっと。嫌なやつやわ。まあ、宿で寝なくてもここへ入るだけで最大 HP 減ったのも回復するね。OK。まだもうちょっといけるかな。煙？どっから出てんだい？何？この煙は何？あ、戻るしかねえか。そういうことか。ってことはあっち戻られへんのか。ほら、忠告してあげたのに。毒か。うん。星のペンダントかな。ひどくなってんな。これで換気扇か。でもこれ毒食らわんやん。これで
痛いな、もうこいつも。でもホーリーでやれるか。はっはっは、毒は効かないのか。これ、そうだ、でもこれはあれか、最大 HP の減るんやったな。だからこっちで切って、で、たまにリング魔法を使ったら HP 回復させてくれるし、ありがたいね。お前は動くやろ。こっちが正解のパターンやな。またかよ。オゲイ。星のペンダントのおかげで毒は効かないのよね。換気扇。まあ別にこれで戦ったところで、戦闘終わったら割と最大 HP すぐ回復するし、MP を減らすよりはいいかも。なんだ、つまんないな。楽ちん楽ちん。こっちは行ったな。はい、これが楽やね。ホーリー一発と斬撃二発。次は下やね。下やけど一旦セーブして今回はここまでにしときますか。うん、はい、ということで今回はここまでにしておきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。